ロマノフの一番強い構築見つけました。はい、どうも皆さん、ユハバンはユハイチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、カウンターロマノフね、使っていきたいと思います。これまでね、視聴さんからデッキ構造をね、いただきました。本当にありがとうございます。いやね、真理を見つけた。これが結論ですと。いや、ロマノフ、この形がね、一番強い。まあ、視聴さんからね、もらったデッキなんですけど、なんとね、ゴールド4から、1日でマスターまで到達できた、これね、めちゃくちゃ勝率の高いね、カウンターロマノフだそうで、まあ、使ってみたんですけど、めちゃくちゃ強かったですね。まず今ね、反響、まあ、ニューディビジョンなんだけど、ヌシャドラゴンと最速ゼロフェニックスからのショックハリケーンデッキがね、めちゃくちゃ流行ってるんですよね。なんで、ファントムバイツ、これで3枚採用することによって、ムシャルピア、アシガルピア、そして、パイロンとか、ハッピーラッピー、ロノベルとかを、すぐ取ることができて、まあ、ジャックとか逆に斬撃とか置いて、こっちはロマノフでカウンターで、相手が殴ってきたらジャックアルカラス、コロビナー、ホーリースパーク、サイン、デモハン、アポカリプスで、こういったね、もうトリガーをふんだんに採用することによって、まあ、基本的に殴り切られない。だから武者が雑にビート刻んできたら、まあ、ジャックとかでカウンター。そしてザ・イエス、これをね、インフィノサインとかロマノフのね、アタックトリガーで使い回すことによって、盾が無限に増える。もう減りきらないんですよね。相手は殴っても殴ってもザ・イエスのループで盾が増えまくっちゃって、しかもそこからトリガーが無限出てくる。まさに地獄なんだよね。で、ロマノフ斬撃のワンショットもすることができるということで、かなりね、めちゃくちゃ強い構築なんでね、ぜひとも皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもね、よろしくお願いします。ということで、早速下の方に行きましょう。行くぞ。はい、ということで対戦の方よろしくお願いしますと。ジャック・アルカディアス、ボルト・シローバルト・ロマノフ・ファントム・バイズでね、始まったオープニングハンドなんですけど、まあ、3ターン目、ボルト・シローバルトからの斬撃ロマノフ、これできるのはね、かなり強いかなと思います。さあ、相手のマナ置き次第では、ファントム・バイズ置くか置かないかの検討をしていきましょう。まあ、最速ゼロ・フェニックス、オーは武者ドラゴンであれば、バイズはキープ。そう、相手し悩んでますね。相当ハンドが良くて、マナ置きを、マナ、おっと、これはファントムバイ刺されますね。これ出してくるか？さあ、出してこず、まあ、アクアガードはね、出す必要性は確かにないと思うんで、ここはデモハン置いてターン終了。先行取れたのはかなり、逆にでかいかもしんないね。さあ、ツバイが先か、ロマノフが先か。まあ、普通に考えて相手のツバイの方が先臭い。だがしかしね、こっちはね、カウンターロマフなんで、盾をね、割り切られることはね、まずまずないと。さあ、2ターン目。さあ、チャージオンが来ましたね。チャージオンはもうファントムバイト。あい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 。とっても大好き。ドラえもん。さあ、取りましょう。これはもうファントムバイト地獄ですよ。ターンを稼げれば、まあ、稼げるほどこっちが、まあ、有利になってくるのはね、間違いないので、さあ、クリスタルツバイランサに勝ってこその、まあ、ガチ勢デッキ、認定書授与式なんじゃないかなと、個人的には思っていますと。さあ、アクアビーグル。からの、アクアハルカスとかかな、多分。さあ、エナジーライト、オッケー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 。ここでボルト、シローバルト、置く。隙が斬撃ま、であれば斬撃でいいでしょう。さあ、ロスチャとか絡めとけば、もっと強かったんですけど、まあ、全然まだまだファントムバイツもあるので、時間稼ぎは余裕でできる。ガードとか来なかったらありがたい。ガード来てもまあまあまあって感じだね。さあ、赤ガード。さあ、この俺を超えてもらいましょうか。さあ、トップオブザレッグザイエス。いや、イエス出して、イエス出したいけど、イエス出したいけど、さすがにここはね、ファントムバイザーな、バイツしないと。もう次のターンに2コスト2コストとかアクアガードで来ちゃうんで、一応次ロマノフ出るので、そこだけまで耐えたいね。ロマノフでデモハンとまたサイン落としてって感じで。さあ、これ来るか、ワンチャン来そう。2コスト2コストツバイ来そうだな。間違いなく来た。あ、オーマイガー。この俺超えてきちゃった。なるほどね。まあ、あ、マーキュリー。うおー。ちょっと辛い。まだカウンターロマノフを舐めてもらっちゃ困りますよね。だから、まあ、サインは打てないけど、一応剥がす。
剥がすサイン、これ強制でメテオバーン発動するんで、もう剥がすサインですよね、これに関してはもう。さあ、オッケーオッケーと、相手は多分これきついと思うんで、まあサイン落としていきましょう。ローマノフ、サーファーとかなければそのまま勝った、臭いけど、サーファーだけが怖いっすね。で、呪文を唱えられないのがやっぱ相当しんどい。さあ、コロビナで一旦殴っておきましょう。さすがに殴んないときついんで。サーファーだけやめてくれ。オッケー。まあでも結局、どの道なんで、ここ、いやーまあここターン終了でしょう。で、逆にここ、コロビナとかに来てくれたらありがたいね。まあそれはないと思うけど。さあ、ここはファルフォートでブロッカー。で、サーファー強っ。次のターンサーファー来るやん。えぐいって。さあ、カースクリュー。ザ・イエスがどうしても欲しいね。あ、オッケー。コロビナブブロックしましょう。ブロックしないと。オッケー。さあ、デモハン。オッケー。ここでデモハン打って、剥がしとく、剥がしとく。剥がそう、剥がそう。で、一応、ここ。あ、クロスはできないか。オッケー。で、あと1枚だけでしょ、メテオバーン。全然剥がせるよ。サーファーでジャッカルガレス戻してきて、リーサルだよねっていうのもありそうだね、相手。てか、むしろそれなんじゃないか。むしろそれしかたくないよな。オッケー。お、ロマノフ。落としてきてしまうと。なるほど、ロマノフなのか。もうジャッカルガレスリーサルを見せるかと思いきや、まさかのですね。であれば行きましょう、ローマノフと。逆にツバやんのかもしんないな、相手。んで、ここは、あれ、ちょ、墓地見ていいか。サイン2枚落ちてるから、まあデモハンローマノフでいいかな。んで、これクロスして、これね、殴ります。殴ってメテオバーンを全てない状態にするしかないのかもしれない。オッケーオッケー。で、これはファントムバイツで、まあ、無駄打ちというか、まあ、空打ちですよね。で、これ一応トリガー呪文打てます。で、これでサーファーとか引かなかったらの話ですけどね。オッケー。これは全然来てるよ。でも、まあ、ツバイとか出されたら相当しんどいオブザイヤー受賞しますけども。サーファー。で、オッケー。で、マーキュリー殴るか、ツバイが来るか。ワンチャンアポカリ来てくんねえかな。ツバイね、オッケー。もういいよ。結局アポカリ引かなきゃダメだから。結局ね。もういいよ、チャージ音とか。むしろチャージしてツバイ出してきてくれ。オッケー。来たね。来い。アポカリっぽい。これ、これ、これ、これ。これがカウントローマノフ。これ。これなんだよ。みんな。結局これカウンターローマノフの夢はこれだ。もうなめたね、なめてる。ツバイランサーを潰すために俺は生まれてきたのかもしれないな、もしかしたらだけど。さあ、ロスチャ、まあまあでもロスチャ打ってもいいかな。あ、デモハンなんだ。あ、そっか、12。あ、でもまあこれ逆にスパーク以外では勝ちだね。これがカウンターローマノフ。やっぱトリガーが多いデッキがやはり強いんですよ、デュエルマスターズプレイスは。これがカウンターです、皆さん。これが真理です。さあ、インフィのサインを落としてって、さあダブルブレイク。さあ、ところジャッカルカリアスダイレクトアタック対戦、ありがとうございました。はい、ということで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、デモハン、ロスチャ、ジャッカルカリアス、アポカリプスデーでね、始まったオープニングハンドなんですけども、さあ、3ターン目ロストチャージャー打ってかな、これロマのフォートしながら戦っていきましょう。さあ、お相手のターン。さあ、何を置いてくるか。さあ、ジャッカルカリアス、おそろですね。さあ、ここでファントムバイツ。
これね、最速ゼロフェニックスにはかなり刺さるんですけども、多分相手予言者コロ良いってたんですね。であればここアポカリ置いてか、一旦アポカリ置いて良い市、でも良い市ここで一旦潰しとくのありなんじゃないかなって思うけどな。一旦アポカリ置いて、まあ、でもロスチャかな、ロスチャファントムバイツが一番かな。良い市のビートでワンチャンインフルのサイン引いてロマノフ出せることがある気がしなくもなくもないんです。さ、予言者コロンからの斬撃だよな。そうなんだよな、これされるの嫌だからちょっとファントムバイツの検討があったぐらいで、まあ良い市でビート。さあここで斬撃が逆にもらえると、こっちもさあザイエス、ザイエスあるのいいね。であれば行きましょう、斬撃もハーマンで次ザイエスで、これねトリガービートなんで、トリガービートというかカウンターロマノフなんで、ザイエスで盾増やすことによってカウンターの割合が増えるんですよね。で武者ルピア、これ武者ドラゴンいるんか。さあ良い位置でビート刻んでくるね。オッケーオッケー、でザイエスクロスしてって感じだ。トリガー、あーナイス、これだよねやっぱトリガーカウンターロマノフのゆえんはこれなんですよね。さあ片付けない一匹と、さあホーリースパークを置いて行きましょう、ザイエス。これだね、めっちゃ強いこれ。でさっきの陽一のビートを無にしましょうか。でクロスして一応武者取られませんと。で武者が殴ってきたらまたまたカウンターロマノフだからね、トリガーがふんだんに出てきますよと。で相手も結構トリガー熱いけど結構出てるね、コロンとジャッカールカですか。でも武者がいるので相手もシールドが増えますね。武者引いてないのかな、ワンチャン引いてたら出してくるよな。あー出してきたね。で武者引いてきたんで、これロマノフでワンチャンデオハンとか落ちてくれたら助かりますけど、さあ斬撃か、ここでトリガー落ちてくれるとありがたかったけどね。さあクロスでパンプアップ、そしてダブルブレイク刻んでくるのかな。さあ来てくると、でシールド2枚追加、強い。さあダブルブレイクと、だがトリガーふんだんにありますよ、いいんですか。さあジャックアルカですこれね。でムシャルピア1枚処理と、これよね。でファンコロビナーも引いたか。まあここバイツ置いていきましょう、ロマノフと。これねデモハンとか落とせたらかなり強いけどね。さあここで織りなすのはデモハンサインでしょうね、間違いなくそうだ。で心クロスして召喚と、そして殴るときに、これ、サインでロマノフ出るね。サインでロマノフを出しましょう。さあ、ロマノフ出して。さあ、またまたサインは、山札に戻しての、ここで、ロマノフサインと。いや、強い。マジで強い。これ、織りなしてくるの強いよな、ほんと。でロマノフ殴るときにここ一旦あんま殴りたくないけど、このカウンターデッキだからね。で一応またまたサイン打ってロマノフを出しますと。これね一旦いったら長いからね、時間切れになっちゃうのがちょっと怖いよな。さあそしてここでインフィルのサインとデモハンを落としていくと。でダブルブレイク、ここでなんか踏んだら辛いね。さあ OK 踏まないと、でここダブルブレイクでシールド1枚一応追加しておきましょう。さあトリガーがない、ワンチャンリーサだったかもしれないワンチャンリーサだったかもしれないって。ここインフィのサインでジャックアルカディアスでムシャルピア処理、強いな。で我に力をでダブルブレイクで、これ間に合うかジャッカルカですの、いけ、よっしゃ。 AI 嘘ばっかり
なんで今いけたじゃん。対戦ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、これでコロビナーデモファンバイツバイツロマノフでね、始まったオープニングハンドなんですけども、さあ3位ですね。であればコロビナー置いて、まあこれね、最速ゼロフェニックスであればぶっ刺さったであろうハンドなんですけども、さあ武者ルピアもね引いたんで、引いてきたんで相手これ武者デッキだね。逆にファントムバイツ刺さると思うこれは。で多分武者ルピアかな。オッケー、じゃあファントムバイツぶっ刺して4ターン目武者ドラゴンというふざけたムーブを潰していきましょうか。いけ、ファントムバイツよ。でファントムバイツを打って、だがしかしサインを引いてるんだけどね、墓地にロマノフ落とせてないんで、そこがね若干の懸念点かな。さあシガルピア置いて4ターン目と斬撃とか置いてきたら OK。 じゃあまたまたファントムバイツ焼きましょうか。またまた焼いて死んぜましょう。さあ行きましょう、ファントムバイツで、多分相手1枚は武者ドラゴン絶対確定だと思うんで、オッケーオッケーオッケー。で次武者来るね。わあ、サイン置きたくねえけどザ・イエスも置きたくねえな。だがここザ・イエス置いて、そうだな、ザ・イエス置いて、これはもうボルト白バルトするしかない。そして斬撃で、次斬撃置いて行こうか。ワンチャンで武者ドラゴンで、でも走ってこれないんでね、相手斬撃も置けてないんで、走っては来れないので一応処理されて斬撃を置いてロマノフでカウンター、これできますね。まあ多分武者ドラゴン出してくるんじゃないかな。おっと、置いてきたね。武者2枚持ってるのか、もしかして。あ、2枚持ってる。でもこれ逆に武者ルピアも足がもいないんで、ただただシールド焼くだけと。 OK ならば全然まだこっちにチャンスありますね。であれば白バルト置きましていきましょう。斬撃もハーマーで、次ロマノフスピードアタッカーを得ます。多分バーキンとか入ってないんじゃないかな。バーキン入ったら結構ドギモノ行きますけどね。さあ白バルト置いてきて、さあシデンスピードアタッカーは持ってないよね。さあダブルブレイク、さあカウンターですよこれが。こっから打点を増やしていきます。さあ来い、オーマイガー。だがこれザ・イエスで良さそうではあるな。あーでもサインも引いてんのか。まあでも白バルト置いてで、ロマノフでデモハン落とすのありかもね。これ強い。さあデモハン、ロマノフとハンドにサインがあるので、別にわざわざ落とす必要性もないかなと。さあ殴りますと、さあ殴る時にさ、デーモンハンディングザオベーション、悪魔の手ですよ。さあデーモンハンドで試練すら処理してしまうと。でザ・イエスでしっかりとなくなったシールドも保管できる。完璧ですねこれ。で相手斬撃ないので、ワンパンで処理することはまずまず不可能。さあシデン結局めっちゃ引いてくんな。シデンを強いな、それは。シデンは強いってばよ。で相手ね結構トリガーも強そうなんだよな、ミューズルブールとかその他諸々で。でこれはまあサイン打ちましょうかね。あでも、まあ、サイン打つか。いやロマノフ普通に素出しでいいかな。サイン打って、いやサイン打って、いやこれロマノフ素出しでいいね。でロマノフ出して、またまたデモハンとか落とせば何の問題もないと。さあデモハンサインで OK。 さあ殴るときに、またまたデモハン打っていくと。これが強いね、デモハンの使い回し。武者ドラゴンを完封していこうではないかと。さあダブルブレイク、だがね縦3枚しかないので結構トリガーで辛くなりますね。オッケー、トリガーはない、なんと。じゃあこれもうサイン打ってリーサルを決め込んでいきましょうかね。さあ行きましょう、インフェルノサイン。さあインフェルノサインで織りなすハーモニー。さあローマのフィッセ、トリガーがなかったら勝ちですね。まあトリガーってもまあ基本的にリーサルはないと思うんで、斬撃がないんでね相手。さあどんどん折りなしていこうか。さあダブルブレイク、
さあ、トリガーはないということで、ダイレクトアタック。さあ、呪文は唱えませんということで対戦。ありがとうございました。はい、っていうことでカウンターローマの方いかがだったでしょうか。かなりね、強いデッキなんで、ぜひとも皆さん使ってみてください。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンもね、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。